アラドニュースの時間です。今回も GM しずくにがお届けします。皆さん、ゴールデンウィークを楽しむ準備はできていますか？4月26日からアラド戦記に報酬盛りだくさん、イベント盛りだくさんのゴールデンウィークがやってくる。昨年を超える最大級のボリューム、さらにキャンペーンもじゃんじゃん開催。今年のゴールデンウィークはアラドが熱い。今回のアラドニュースではゴールデンウィークに向けた熱い情報をお届けしていきます。イベント情報をお伝えする前に、まずは今回のイベントに多数登場するアラドフレンズについてこの方にご紹介いただきましょう。皆さん、はじめまして、 GM ヘルシンキです。今回は突然現れたアラドフレンズのメンバーを紹介するためにアラドニュースにお邪魔しました。どうぞよろしくお願いします。4月12日から公式サイトでキャラクターの紹介ページを掲載していますが、皆様見ていただけましたでしょうか？まだ見てない方もいらっしゃると思いますので、サクッとご紹介させていただきますね。アラドフレンズのメンバーですが、元祖広報担当のダンジン、ガンナー使いの方にはおなじみの相棒ランディ、女名人のプルートをモチーフにした可愛い黒猫フラン、まさかのアラド大陸から登場のベヒーの4体のキャラクターとなります。今後はこの4体でアラド戦記を盛り上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。ヘルシンキさん、ありがとうございました。アラドフレンズたちをサクッと知っていただいたところで、皆さんお待ちかね、4月26日から開始のゴールデンウィークイベント情報についてお伝えします。これからご紹介するイベントは4月26日から5月31日までの5週間開催のイベントとなります。最初にご紹介するのはイベントアラドフレンズマーブル。こちらはミッションをクリアするとイベントで使用するアラドフレンズたちのサイコロ材料を獲得。サイコロを振って到達したマスに応じて報酬がもらえるスゴロク風ミニゲームイベントです。装備成長に役立つアイテムや移動時にエフェクトが表示される靴アバターがもらえます。どんな見た目のアバターかお楽しみに。続いてはイベントフランの魔導学装置研究。こちらは適正ダンジョンまたは上級ダンジョンをクリアすることで報酬がもらえる魔導学装置を起動できるイベントです。こちらも装備成長に役立つアイテムがゲットできて、装置起動時に大当たりが出ると少し多めに報酬がもらえるとのことです。運に自信がある人もない人もぜひ参加して大当たり演出を体験してみてくださいね。続いてのイベント、アラドフレンズとの冒険。こちらは期間中アラドフレンズたちがなんとプレイヤーの冒険についてきます。冒険についてくるアラドフレンズたちからは強力なバフ効果を得られ、いつもよりダンジョン攻略がスムーズになりますので、ぜひ活用してくださいね。イベントに参加するとアラドフレンズの称号がもらえるようなので要チェックです。続いてのイベント、ランディのプレゼント配達に来ましたが、こちらはランディを通じて指定した冒険団名にプレゼントアイテムを送ることができるイベントです。プレゼントを送ってもらう以外に誰かにプレゼントを送ることでも報酬アイテムがもらえますので、気軽に送れちゃいますね。そしてまだまだあります。お次はベヒーと一緒にスペックアップ。こちらは1体限定で所持しているキャラクターをイベントキャラクターに指定することができ、ミッションクリアで名声アップを支援する報酬がたくさんもらえますので要チェックです。お次はみんなで一緒にイスフィンズを。こちらはイスフィンズに入場できるようになって間もない名声地のキャラクターがパーティーに参加していた場合に、パーティーみんなにイベントコインがもらえるイベントです。イベントコインを集めることで散乱たるグリーン、イエローエンブレム選択箱などが交換できます。報酬が美味しいこの機会にぜひルーキーを勧誘してクリアの達成感を分かち合いましょう。そしてまだまだ、お次はフレンズゴールデン出席チェック。こちらはミッションをクリアすることで日ごとに指定された報酬アイテムがもらえる出席イベントとなりますが、もしその日にミッションがクリアできなくても後日ミッションをクリアすることで逃した日の報酬がゲットできちゃいます。
もちろん毎日頑張れば当日の報酬はなんと2倍となる豪華なイベントとなりますので、ゴールデンウィークの予定を立てる前にぜひチェックしてくださいね。さらにお次はアラドフレンズからのプレゼント。その名の通り、アラドフレンズが皆さんのために豪華な報酬を用意してくれました。こちらはとってもシンプル、ボタン一つで豪華報酬アイテムが受け取れるイベントです。報酬アイテムの量が多すぎてご紹介しきれませんが、レアクローンアバターフルセットやプラチナエンブレム洗濯箱など豪華報酬が盛りだくさん。いいんですか、こんなに。アラドフレンズからのプレゼント忘れずに受け取ってください。イベント盛りだくさんでご紹介してきましたが、イベント期間はヘンドンマイヤの広場やセリアの部屋がゴールデンウィークに合わせて変化しているとのことなので、こちらも要チェックです。アラドフレンズたちがお届けする盛りだくさんのイベント情報、いかがでしたでしょうか。4月26日からイベントで登場するアラドフレンズたちのことを皆さんが好きになってくれると嬉しいです。ちなみに韓国では昨年の夏にすでに登場していますので、ここで韓国のプレイヤーの皆さんの反響をご紹介します。どのキャラクターも韓国のプレイヤーの皆さんから可愛いと好評でした。日本のプレイヤーの皆さんからの反響がどうなるか楽しみです。韓国ではすでにアラドフレンズと企業でのタイアップ商品が登場しています。お菓子にビール、ダンジンのデザインのクレジットカードなどがあるそうです。どれも可愛いですね。日本でも何かグッズが欲しいです。そこで日本でもグッズの制作を予定しておりますが、そのアイデアを現在募集しております。参加方法ですが、次の3ステップを踏んでいただくことでキャンペーンにご参加いただけます。1、アラド戦記公式ツイッターをフォロー。2、キャンペーンツイートをリツイート。3、キャンペーンツイートにハッシュタグアラドフレンズのハッシュタグをつけて、制作希望のグッズのアイデアを最低1つリプライ投稿となります。投稿していただいた方の中から抽選で10名様にアラド戦記オリジナルウェブマネーカード500円分をプレゼントさせていただきます。期間は4月12日水曜日12時から4月26日水曜日23時59分59秒までとなりますので、ぜひ素敵なアイデアの投稿をお願いします。まだまだゴールデンウィークを熱く盛り上げるキャンペーンも開催いたします。4月26日水曜日12時から5月9日水曜日23時59分59秒まで、連休だよアラドしようよ新規復帰応援キャンペーンを実施いたします。こちらはキャンペーン期間中に会員登録を行ってアラド戦記を新規でプレイされた方と、この機会に復帰された方を対象に、もれなくゴールデンベリル3000個、力の精髄50個、冒険断面変更券1個が入った新規復帰応援キャンペーン箱をプレゼント。さらに抽選で20名様に3400円分のネクソンポイントがもらえますので、アラド戦記をプレイしたことのない人への紹介はもちろん、最近一緒に遊んでないなという友達にもぜひ教えてあげてください。ゴールデンウィークが過ぎてもまだまだ開催します。5月10日水曜日の12時から5月31日水曜日23時59分59秒まで、ハッシュタグアラド黄金周満喫してるキャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中にアラド大陸のアンケートに回答してキャンペーンに申し込みいただくか、公式ツイッターをフォローした上でキャンペーンツイートにリツイートして貴重なご意見をリプライ投稿していただくことで、対象の中からそれぞれ5名、計10名の方に抽選でなんと新覚醒アートブックがもらえちゃいます。こんなチャンスめったにないので忘れずに応募してくださいね。ツイッターハッシュタグアラドニュースの質問にお答えします。前回の開発者ノートで新覚醒の初パッケージについて触れられておりましたが、お待たせしました、4月26日のアップデートで販売開始予定です。新覚醒の名にふさわしいビジュアルと内容になっておりますので、どうぞお楽しみにお待ちください。気になりますよね。前回の開発者ノートでは
イスフィンズと機械革命回線の利用率について触れられておりましたので、今後も踏み込んだ内容が記載されるかもしれませんね。更新の際はツイッターでもお知らせしますので、ぜひチェックをお願いします。ツイッターではハッシュタグアラドニュースをつけたゲームに関する質問を引き続き募集中です。不具合などを含む開発へのご意見、運営へのご要望などはサポートよりお問い合わせください。そして最後に旬なお知らせをお届けします。2022年にアラド戦記の対戦格闘ゲームとして登場した DNF デュエルが今年の4月20日に任天堂スイッチ版として発売決定です。対戦格闘ゲームといえば難しいコマンド入力が必要で、ある程度戦えるようになるまで練習がすごく大変なイメージがあるかもしれませんが、なんとゲーム内のすべてのスキルがワンボタンで発動できるとのことです。プレイしてすぐにお気に入りのキャラクターでかっこいいスキルが出せるのは嬉しいポイントですね。任天堂スイッチで遊べるソフトの中では珍しい 2.5D の格闘ゲームということなので、これからさらに注目も期待できそうです。そして今後 DNF デュエルではシーズンパスの展開も予定しているとのことなので、気になっている方はアラド戦記のキャラクターの魅力にどっぷりハマれるチャンスです。ぜひチェックしてみてくださいね。いかがでしたでしょうか。4月26日からのゴールデンウィークアップデートが楽しみになってくれたら嬉しいです。以上アラドニュースでした。引き続きアラド戦記をお楽しみください。